中国上海市にある上海国際金融中心の中国 HSBC 銀行本社中国 HSBC 銀行中国語中国英称 HSBC バンクチャイナはイギリスの大手金融グループ HSBC ホールディングスが中華人民共和国において展開する金融グループである1865年に香港上海銀行が設立された HSBC は中国では、木豊か銀行と呼ばれた。木は集まる、豊かは多いという意味であり、縁起の良い名前である。英国系銀行が中国の銀行市場を支配し、中でも HSBC の存在が大きかった。同行は、香港と上海間のイギリス商人の貿易外ため業務をはじめ、中国国内での預金貸し出し業務、紙幣の発行を行った。 また、新潮政府の外債借り入れと賠償金支払い、関係で、中国の関税と、円税収入の多くは、同行に預金された。1932年には、満州中央銀行が、中国の中央銀行となったが、外為取引では一時は、上海外為市場取引の約3分の2を扱うなど、中心的役割を果たし、1935年までは、 中国の為替レートは、同行上海支店のポートレートによって決定されていた。1938年には、日本の横浜商金銀行に買収されたが、同銀行は日本が敗戦した後の1946年に、解散、生産された。1949年の中華人民、共和国建国後、外国銀行が、中国での特権がなくなり、 多くは中国から撤退した。中国政府は HSBC、東亜銀行、加強銀行とスタンダードチャータード銀行の4行に対して上海での一部外為業務を継続的に行うことを認めた。1978年の改革開放政策実施後、中国は早い段階において銀行分野における対外開放をスタートさせた。 1981年には中国政府は新鮮、主海、諏訪島、アモイと海南の後経済特区で外資銀行の進出と外為業務を継続的に行うことを解禁した。1982年1月に香港の南洋商業銀行が新鮮に支店を開設したことが第1号となった。1985年4月に国務院が 経済特区外資銀行中外合資銀行管理条例を交付した中国政府の外資銀行の中国進出に対する最初の放棄だった。1990年8月に当初の5経済特区に加えて上海が外資銀行の支店開設を認め、また1991年には大連、天津、陳汰南京、ネ波。ハ、 福州と公州の7都市も視点解説を認めた。1994年に中国の金融体制改革がスタートし、同年2月に国務院が外資金融機関管理条例を発表し、外資金融機関による中国市場への参入条件やシニア管理層の適任資格及び業務監督指標などについてルールを定めた。 HSBC 北京東寺機門支店2007年3月、中国銀行業監督管理委員会が、HSBC、スタンダードチャータード銀行、東亜銀行とシティバンクの4行に、現地法人設立を許可した。4行は、翌4月2日それぞれ木豊か銀行有限公使、有限公使、東亜銀行有限公使、花畑銀行有限公使の現地法人名で、開業した。 2010年現在、中国 HSBC 銀行の中国国内の支店ネットワークを見ると、上海、広州、北京、天津、大連、青貸、蘇州、武漢、アモイ、新鮮、生徒、重慶になど26都市に、支店、代表事務所を106の都市に展開している。同年の同行の資産総額は2056億元。 預金総額は1431億元、貸し出し総額は948億元である。中国国内における、同行の業務内容は多角化しており、大手多国籍企業向けから中小企業までをカバーする、コーポレートバンキングから、外国人から中国人までをカバーする、リテールバンキングまでを提供している。また2008年3月に、北京、上海、杭州で、 プライベートバンキング業務も開始した。商品別で見ると、預金、貸し出し、国内外決済、トレードサービス、キャッシュマネジメント、カストディ、トレジャリ、デビッドカード、資産運用など幅広く展開している。ありがとうございます。